この時間は浦和対アイスランド、こちらの一戦をお届けいたします。エスタディオヌエボトリウンフォで行われる本日のゲームです。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。浦和この試合 4-5-1 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟なバランスの取れたシステムと言えますよね、はい。まあ、センターハーフやトップ下とボランチが下がってくることによって中盤にコンパクトな守備のブロックが作りやすくなりますからね、うん。あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。そうですね、前線一人で担ってますからね。まあ、この場合ですとしっかりポストプレーができることですよね、まあ、あとは足元で受けること、そして裏へ飛び出すこと、まあ、そういったたくさんのことをやらなければいけないんですけども、2トップの場合はお互いで補うことができますけども、1トップはやっぱ全てのことができなきゃいけないですからね、はい。まず前半見ていきましょう。浦和対アイスランド、エキシビションマッチです。サイドを紹介します。皆さんから見て右に攻めるのが浦和、画面右側がアイスランドとなります。阿部、ここは読んでいました。酒井、岩波、牧野へ、牧野、岩波、アーチのようなパス、ビャルナソン、グンナルソン、裏のスペースを狙う、キーパーからのロングフィード、江坂、阿部、江坂へ、田中へ、また中央へ、江坂へ、中央から興梠、開きましたよ前、シュート、まずは立ち上がりシュートを打ってきます。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。1本目のシュートは浦和、阿部対応します。長いボールを送ります。サイドのスペースへ走らせる、丁寧に足元を使う、田中へのボール抜けるか、中で味方の選手が待っている、ここで丁寧にコントロール、クロスを上げる、このクリアボール次へつなげたい、さあどこに出してくる、こぼれた、来たか、オロキー、いやー、これはわずかに右でした。ユルキ、ここはいいプレスで奪います。柔らかいボール、牧野、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。岩波、田中へ、田中、どう組み立てる、ボールの奪い合い激しいものがあります。浦和立ち上がりから積極的にボールを奪いに行くシーンが目立っています。このあたりどうご覧になりますか？いい形で攻撃を作ってるんじゃないかなと。シュート数もね、多分打ってると思うんですよね。阿部、江坂へ、
アイスランドは先ほどから前線の両サイドがワイドに開いているように見えるんですが、北澤さんどうご覧になりますか。確かにサイドに張ってますよね、こういう場合は少ないタッチ数で素早く展開すると効果的ですよね。なるほど、そうすることでサイドで有利な状況が作りやすいということなんですね。はい、素早くサイドチェンジをして反対側の選手にボールを渡すことができればチャンスになりますからね。まあ中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね。スルーパスを出す、ここで受ける、撫でるようなボールタッチ、中は枚数います、ヘディング阿部、サイドチェンジ。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。牧野へ、阿部、牧野へ、組み立てながら攻め上がっていく、ユルキへ、これはどうだ、このクリアボール拾いたい、ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。浦和先制ゴールが決まりました。1対0、1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。大きく縦へ、江坂、ここはルーズボール、このファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。浦和今状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。グンナルソン、ワンツー使ってくる、ギャルナソンから右サイド、中に合わせてくるか、ここで前を向けるか、田中、さあコロティエ、ルンナルソン、ギャルナソン、岩波、前半29分が過ぎました、ユルキへ、阿部、ユルキへ、ボールを下げてリズムを作るか、ルンナルソン、シグルズソン、どうする、裏へ届くか、仕掛けるか、足元へのクロス、なんということでしょうか、 PK か、どっちだ、ちょっと危険な位置で強引に行ってしまいましたね。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、坂井、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあ右へ預けて、ここで丁寧にボールを扱う、
さあ中はいる。阿部、ユルキへ、ユルキ左サイド上がっていきます。細かいパス回し、酒井、酒井へ。アイスランドがここは一旦の流れを切ります。浦和このファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。素晴らしいと思いますね。前半このまま終えてセカンドハーフもこのスタイルを保っていきたいですよね。牧野、ここは一旦バックパス、裏のスペースを狙う。浦和このリードで迎える終盤、状況から残りファーストハーフをどう戦えばいいんでしょうか。もう前半はリスクを犯さず、相手が前がかりになったらそこをつく形でいいんじゃないでしょうかね。大きくサイドチェンジ、さあここからの展開。グンナルソン、ヤルナソン、シュート、西川。一人持ち上がっていく、右サイド上がっていきます。一人で行く、足元大事に行きます。中央、ここ拾って次につなげたい。アイスランド、江坂からのパス、田中、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。牧野がここはファールを取られます。キーパーから前線へ、酒井、グンナルソン、長いボール縦へ、非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。前半終え1対0、浦和先制してそのままリードで折り返しました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。浦和対アイスランド、浦和前半終わって1対0リードで折り返します。さあ後半、浦和 1-0 リードです。ヤルナソン、一人で持っていけるか、グンナルソン、もう一つ前に行きたい。一旦前を取る、クロス合わせてくるか、チャンスを演出できるか。サイドへ上げる、これは合わせたかったですよね。クリアです。
縦へのボール、興梠へのボール、さあどうする、浦和ここでファウルをもらいます。さあどこに出してくる、いいプレッシャー、グンナルクソン、シグルズソン、長いボールを送ります、コーロツ、江坂、この試合アシストを記録しています。グンナルソン、シグルズソン、レフリー笛は吹きません。江坂からコーロキ、阿部、コーロキ、どうする、ヤルナソン、グンナルソン、大きく縦へ、パッとシュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。グイグイとね攻め込んできましたからね。アイスランドとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。浦和、このセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、シュート、拾いたい、阿部奪います、酒井、長いフィード前線へ、シグルズソン、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、浦和としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。ヤルナソン、チャンスを演出できるか、さあどこに出してくる、グンナルソン、この位置で受ける、シュート、セイド、アイスランド同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。この難しいボールによく触りました。アイスランド決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。田中、酒井へ、ユルキへ、また中央へ、江坂へ、コーロキへ、どうする、
右サイドへ振って中央へ頭で来た。さあさらに点差が開いています。クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。得点を重ね2対0という展開。浦和としては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど、頭だ。いやここもヘッドで合わせますが決まりません。まあ決まりはしなかったですけども、サイド攻撃が非常に効いてますよね。クロスに対して必ず飛び込んでくる選手がいますし、しっかり当ててシュートまで持っていきますからね。アイスランドが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。長いボール縦へ、裏は最終ラインまでボールを下げる。阿部、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。浦和としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね。左サイド上がっていく、一人上がっていく、中はマイスイル、どうだ、これはクリア、ルーズボール、アイスランド、これは奪い返します。サイドチェンジ、スベリル・インガソン、ギャルナソン、ギャルナソン、いけるか。さあどこに出してくる。ここでファウルがありました。来た、シュート、シグルズソン。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。浦和、まあいいですよね、この積極性は大事ですし、打っていかないと始まらないですからね。とりあえずゴール前に何か起これという気持ちもあるでしょうね。阿部から縦へのボール、シグルズソン、裏を狙っていきます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ブンナルソン、シグルズソン、シグルズソンからのフィードボール、このクリアボール拾いたい。アイスランドはここで選手を変えます。これを拾いたい。浦和チャンスを演出できるか。アイスランド絶好のチャンス、ものにできません。いやこの時間帯で打つっていうことは大切ですよね。初めはしましたけどね。グンナルソン、ミドルシュートでした。前線へ大きなフィードです。スルーパスを狙う、スペース、いいボール出たんですけどもね。興梠から江坂、激しいボールの奪い合いです。長いボールを送ります。酒井、このボールをカットします。田中、阿部、浦和2点差リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。まあこの状況でしたら失点だけは避けたいですからね。もう無理しないことが大事になりますね。時間を有効に使って、その都度相手に対応していく形でいいんじゃないかなと思いますけどもね。大きく縦サイドを使います。ここは間合いを取る、おっとルーズボール、どうだ、
収まったフリーだ。ポーロチャレンジはしません。後ろに流す。岩波前線にボールを送ります。裏のスペースを狙う。ここはキーパー処理しました。田中、田中へ縦へ送る。グンナルソン、サイドのスペースを使います。さあ中央へ、シュート。いやシグルズソン、インポイントで合わせてきます。前線出てくる人数が多いですよね。シグルズソン、今のチャンスはものにすることができませんでした。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあアイスランド2人の選手を入れ替えます。浦和もう無理にはいきません。牧野、西川大きく前線へ。シグルズソン、左サイド上がるか。牧野危ないところでしたがなんとか切り抜けます。どうだ、クリアです。阿部、ユルキエ、牧野、そしてここで最後の笛。2対0、浦和勝利しました。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。浦和としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。浦和2対0で見事試合をものにしています。